皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も北海道は札幌にあります。STV ラジオからお届けさせていただきます。北海道も、まあ夏、夏といえばね、夏していて、まあ、これ、<laughs> 埼玉の NAC5 と STV ラジオは、 生で流してるんですけど、うん、こうやって、まあ夜の9時を過ぎてもな、さほどその冷たい風吹いてないからな、あ、まだこれ夏なんだな、みたいな感じはするわな。しかし、もう北海道以外みんなのところはよ、あのー、まあ夜でも熱帯夜だとかな、もうとんでもない、 まあ、気温の高さ。もうあの数字を見てるだけでね、本当にご苦労様ですって言いたくなるぐらいだわな。特に、この一週間、大雨。まあ、川が氾濫し、なあ、大洪水ああ。まあ、床下、床上、浸水。まあ、いろんな被害が、 あったと思われますが、まあ、本当に、まあ、局地的な雨というのもありましたからね、もう心からお見舞い申し上げます。あれは、台風5号ですよね。5号が、まあ、沖縄付近で発達して、台風としてはね、こんな、まあ、馬鹿みたいに、 発達したわけではなく、沖縄、そして鹿児島の奄美を通って、ああ、このまま、な、まあ、温帯低気圧としてね、うーん、朝鮮半島へ向かうんだろうなあ、と思ったら、長崎は津島、大雨降ってよ。あら、津島の人、大変だな、こら、みたいに思ってたら、その低気圧が、 なんと今度、本州へ。なあ、それこそが、ね、え、ね、新潟、なあ、山形、福島、北方、大変だったもんな。そして北陸三県、特に福井県、県南の方はな、 本当に局地的な雨だったしな。それが京都や滋賀まで線状降水帯とか言ってな。我々もこの頃な。あ線状降水帯ができれば雨が、大雨が来るんだなっていうのをね、知るようになりましたけどね。そして、 まあ、東海地区、岐阜愛知。ああ。んで、その間、まあ、関東六県では、うん、雷だろ雷は怖いよなんで、局地的な、まあ、ギリラ豪雨。まあ、そんな、一週間、でしたけどね。その間、北海道はですね、 えー、まあ、その、すっごい暑いなって日もなかったし、寒いなって日もなかったし、なんかだらだら続いてるみたいだな感じだったんだけどなまあみんなは、な、元気で頑張っているだろうか。そしてまた、やっぱりコロナだな感染者数が、 なかなか、ピークに達しない。なんとかしなければ。これを、よく、まあ、テレビのコメンテーターやなんかがさ、政府が、ねえ、それこそ岸田内閣が、どんな対策を取ってんだ。って言うんだけどさ、これ感染するしない、するしないわな。やっぱり、せ、政府よりも、我々、個人個人の責任が、 最も大きいと思うんだ。だってさ、た、う、と、ん、え、まあ国会で開いてな、内閣で、なあ、コロナ感染防止法案っていうのを作ってもよ、法律作られてもさ、我々が、なあ、まああちこち出かけたり、いろんなことやったり、みんなでどんちゃん騒ぎやったり、 それで今後感染していくからな。法律の以前の問題だわな。まあ我々一人一人が十分気をつけなければ。また来週に至ってはお盆に入るわけだからな。これは帰省する方もいらっしゃるだろうし、またコロナの感染な、この予防のために、いや私はな、帰るのやめたとかね。 うん、東京へ行くのをやめた、うん。そういう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まずは俺たち一人一人だよ。一人一人が、まあ、本当に感染しないよう、また感染を広げないよう、なんとかやっていくしかないなとつくづく思いますね。この間、あのー、まあ、自分も、俺は全然あのコロナ関係なく、 なんせ心臓とな、糖尿病がありますからね。んでと、糖尿病で病院行くときに、そうだよな。お前さ、病院行ってね。んで、待ち時間の中で、いっぱい患者さんがいて、その中で感染するっていう可能性あるもんな。だよな。だからさ。 俺は駐車場の車の中にいるから。な。俺の順番が来たら、マネージャーのゲン。な。呼びに来い。そしたら、パッパッとすぐ、終わるから。ねえ。まあ、そこまで気を使いながらですね。いや、だってかかりたくないからな。んで、周りにね。もう、何人か、かかった人間いるんだけど、 とにかく喉が痛いって言うんだよな。で、咳が、なあ、止まらない。で、本人はもう、えー、一週間以上経つから、もう回復してるはずなんだけど、咳だけは止まらない。それも、普段はないんだけど、何か喋ろうとし,した時に、咳が止まらなくなる。これお前、ラジオやってる私としてはな、最低だろなあ。 皆さん、ゲホーゲホーってやってたらな、そうやって考えたらな、なんとか、かからないように、と思ってね、頑張ってます。まあ今日は、8月7日になりますけど、我々は、うん、まあこれ、北海道、まあ、全国の一部もそうなんですけど、七夕、まあ本来7月7日って言うんだけどね、我々は、 まあ、旧暦で8月7日が七夕なんですよね。まあ短冊に何をしたためようか。そういうその風流さはないです。あれはやっぱり子供の時だけだよな。大人だったら面白くもなんともないよな。まあ、そしてまた明日は自分が デビューして、一番最初にやったコンサート、北海道厚生年金会館。今はもう亡くなってしまいましたけどね。そこで、まあ、1977年8月8日、初めてコンサートをやらせていただきました。だから1977年1月25日に旅立ちで、 デビューしました。んで、B 面が、ま、あの頃レコードだからな。初恋。ほんで、2枚目。ああ、武田さんがまだ、なあ、存命だったからな。元気だったからな。2枚目のシングルは、武田さん、これはあれですか銀の雨で行くんですかいや。 風車で行く。えどうしてですかノリとしては、銀の飴の方が、いいんじゃないかなと思うんですけど。千春君、勘違いするな。ま、君はフォークスインガーだぞ。なあ、一時だけ売れて、そしてもう、今、何してんだろう、あの人は。 みたいだな。そんな歌い手になりたいのかなあ、二枚目のシングルは、風車で行く。そして、まあ旅出しでデビューしたけど、松山千春は、こういう大きな歌もしっかり歌えますよというところを、みんなに知っていただこう。 そうやって言われてね、二枚目は、風車という曲になったんですけどね。いやー、今考えてみれば、あー、武田さんは、ん楽しい。なー。また、俺が、んまあ気持ちよく歌っていける。そんな風に、 流れを作ってってくれたんだなぁとつくづく8月8日を前にしてね思いますね。初めてのコンサート。まあ、袖に、袖っていうか、そのね、みんなからは見えないんだけどね。神芝、 にね、袖があるんですけど、そこで、えー、武田さんがね、うん、こっちをじーっと見ていて、で、私がこう、ギター一本で歌ったりなんかしてな。で、曲が終わって、もう真っ先に、うん、武田さん、俺はちゃんと歌いましたよ。 ねえ、うん、よかった。まあよかったぞ。まあお客さんも喜んでくれたと思うよ。しかし、これから、北海道内、あちこち、コンサート行くんだから、体に気をつけて、毎日毎日、歌える状態で、頼むぞ。 と言われたのがね。まあ、45年前か。だから、丸45年経ったんだな。まあ、感慨深いといえば、45年だぞ、お前。なあ。こんだけ、長く歌ってるとも思わなかったし、 また、ラジオに関しては、まあ、STV ラジオ、日本放送、NAC5、とな、アマチュア時代からもあるからな、相当、長いことね、こうやって、喋らさせていただいてるんだな、っていうのを、つくづく、感じますね。 じゃあ初めてコンサートやってから明日で4 0丸4 5年になりますんで武田さんが「なあデビュー曲は旅立ち次のシングルは風車だぞ」って強く念を押された。 松山千春、風車。いやー、改めてですね、風車、聞かしていただいてですね、うん、思い出したことがあります。これ、最後のサビの、風車、風車、いつまでも、ね、回れ、風車、風車。これな、最後のサビの時だけは、 ダブルにしますから。いわゆる、なあ、あ俺が、こう、二回歌った、まあ、あテイクワンとテイクツーを、一緒に出すっていうな。ところがよ、うんテイクワンとテイクツーがさ、同じように、歌ってるから、 その二人が歌って,てるっていう感じが出ない。って言われて、お前どうしてその、毎回同じように歌うんだな。ほんでこれ、前歌ったのと今歌ったのが一緒だったら、二人が歌ってるっていうそういう雰囲気出ないから、ちょっとずらしながらちょっと歌ってくんないかえ、どこをずらせばいいんですか いや、まあ、出だしは、な、ずれちゃう。うん、まあ、見え見えだから。うん、まあ、中の方とかね。これ言われてさ、どうやってずらしたらいいんだろうって思いながらな。うん、レコーディングやったっていうのをね、うん、思い出しました。ああ、レコーディングって難しいな。ねえ。 同じ曲をな、同じように歌っては、なあ、ダブルにならないっていうことをね、まあ、つくづく思い刺されたレコーディングでしたね。さて、これはメールをいただきました。倉敷、ひろこ、君からのメールです。起きて欲しくない災害がまた起きてしまいました。沈んだ気持ちのまま、 暑い中、片付けに追われている住民の方たちが気の毒でなりません。気候の変動により災害がひどくなってきているように思います。海外でもポルトガルの山火事、フランスやインドの熱波、カリフォルニアでも山火事が起きたりと大きな自然災害に見舞われています。災害が起きると地球が 壊れていっているような気がします。怖いです。ひろご。お前、倉敷だからさ、大雨の被害はよく知ってるよな。もう、倉敷、何回あったかな広島、倉敷、あと、熊本も。なあ,あ。北海道も、あれ何年前だっつって、なあ。 大雨でよ、畑やられてな。じゃがいもが取れなくて。なあ、ポテトチップスが作れないっていうな。そんな時があったからな。まあ確かに、その、地球温暖化。これはもう明白だろう。なあ、誰が考えてもね。やっぱり、うーん、そうだな産業革命以来ですね。 やっぱり地球全体の温度が、まあ2度や3度上がっていってるんだろう。だからこそ南極の、まあ氷の塊もな、崩れてきてしまうし。そして、あらゆるところでな、熱波。だって今年の日本は、これどう考えてもおかしいだろう。なあ、それこそお前、 埼玉だとかよ。あとは、うん、愛知県、あ、田地見かの方とかよ。40度をなあ、まあ、記録するよな。やっぱり、ちょっと、おかしいよな。で、東京だってあるだろ猛暑日が、なあ、続いてたんだろ北海道だってお前、 あの6月の末はなかったよな。あんな暑い6月考えられなかったもん。で、7月に入っても、ああ、暑かったな。で、ここへ来て、まあ、落ち着いた。まあ、ふ、普段の夏かな、みたいなね。で、これもう、お盆までだから、どうせ。なあ、我々の感覚としてはな、もう、お盆を過ぎたらもう秋。っていうな。 これも北海道のな、感覚だったりなんかするけどな、沖縄の方々は、いつをもって、なあ、夏の終わりとするのか、また、秋というのは、どんなもんなのか。いや、これ興味ありますね。うん、あのー、それこそ、南日本放送、鹿児島、なあ、奄美大島から、 沖縄本島にかけ、秋というのをどういう形で感じるのか。意外とその食い物とかよ。そういうもんで感じるってこともあるかもしれないしな。では、曲は、松山町ある、君が好きさ。さて、続いては、このメールですけど、茨城県、恵美子。君からのメールな。 チアラさん、お元気でお過ごしのことと思います。明日8月8日はいよいよオーディションの日ですね。エントリーされてる方々は今頃どんな気持ちでいるんでしょうかね。ワクワクでしょうかドキドキでしょうか喉カラカラでしょうかチアラさんは全国フォーク音楽祭北海道大会に臨む前日は どんな気持ちで過ごされていたのか覚えてらっしゃいますかなあ、いよいよ明日はね、まあ、シンガーソングライターのオーディションをね、やらせていただくわけでありますけどね。私ね、その前日はですね、えー、まあ、札幌の宇宙を警察署におりましてね、 あの、交通以降の、事情聴取をやってまして。ですから、前日はワクワクもドキドキもなくですね。とにかく、その、そっちが悪い。ね相手方は俺が悪いってし。いや、そんなことはない。あんたの方は絶対悪い。信号は青だったんだから、とか言いながらな。ワクワクドキドキじゃないもん、お前。警察署で過ごしてたんだから。なあ。 そして、前、当日の日ですよ。なあ,あ、警察に、朝、何時だっけな九9時か10時に呼ばれて、また、昨日の続きってことでな。うん、どっちが悪いんだ、みたいなことでね、話し合っててさ。緊張感も何もなかったなもう本当はあ、頭から飛んでたな。そのコンテスト、うんぬんってことはね。 ただ、ありがたかったなと思うのは、まあ事情聴取が終わって、まあ事故った車を運転しながらですよ。隣の、うんパトカーがね、うん、君、どこ行くのえ、あの、中島スポーツセンターってところへ行きたいんですけど、道わかるのいや、自分はあの、十勝から出てきてますから、 札幌市内全然わかんないんですけど、あ、じゃあ、うん、自分の後ろをついてきて、な、中島スポーツセンターまで先導するから、あ、すいません、お願いします。そしたらさ、寄せばいいのに、あの、ピーポーピーポー鳴らすんですよね。そして私に後ろをくっついてですね、中島スポーツセンターへ着いたんですけどね。 周りに、その、まあ、お客さんなあ、そのフォークコンテスト、ゲストが、うん、いっぱい、チューリップとかねい、いたからな。うわーっといたんだよ。そこにお前パトカーで先導されて入ってきたべ。もうみんながキャーキャー言いながらね、もう俺の車んとこへ集まるわけだ。そしたら、いきなり、日課カボを来たな。 若い青年、松山シャルが、どんと、降りて、警察官に、ご苦労とか言ってな。うーん。そしたら、見に来てた連中がね、なんだあれはあれは何なんだって、どん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 、引いていって。まあ、そっからだな。ねえ、リハーサル、じゃあやるぞ、とか言われて。 武田さんにね、すいませんね、武田さん。事故っちゃってちょっと、みたいだな。まあけど、緊張感、それはなかったんだよ。リハーサルもよ、チューリップがリハーサルやってるときに、なあ、武田さんが、在津くん、ちょっと、待って、遅れてきたアマチュアの、なあ、コンテストに出る子がいるんで、 その子のリハーサルちょっとやらせてもらいたいんだ。あ、いいですよ。みたいな感じでな。チューリップをバックに私は、なあ、リハーサルをやったんですからね。そら、緊張感もなんもないですよね。ま、て待ちある。君は、そばに。 さて、朝はね、まあ、松江町ある主催、ねえ、センガソングライター、オーディションをやるわけでありますけどね、あの、うちの事務所オフィス元気な、あげての、まあ、お仕事ですからね、また、あの、各放送局や、レコード会社、うん、コロンビアの、 今は執行役員に成長しましてね。もう出世街道、まあ、爆心中の枠井くんも、なあ、この時間からもう札幌に入ってきて、一応そうな、俺がどんな番組をしてるかっていうところをね、確認ということでありますから、コロンビアレコードの、まあ、社長の安倍さん、 ねえ、ちゃんと久井が来て仕事をやってますから。まあ、また、吉田副会長、まあ、いつもお世話になりまして、札幌になあ、せっかくコンサートを聞きに来られて帰る、雪で帰れるかどうかわからないっていう状態の中でも、ちゃんとね、コンサートに来てくれた。 その恩義は忘れることはありません。さて、話は変わりますけどね。これあの、産経新聞8月8日配信の記事なんですけど、世界平和統一家庭連合、旧統一協会の名称変更に関し、末松文科大臣は5日の閣議、 の後の記者会見で平成27年の文化庁に対する旧統一協会からの申請が法律の要件を形式的に満たしていたため変更を認めたと説明した上で受理を拒むことは行政上の不作為として違法性を問われる恐れがあると述べたこれあのその当時の 文科大臣だった下村さんも言ってんですけどね。行政上の作為に当たる。なあ、その、ちゃんと認可しなければ。しかしながら、認可する方はですよ。果たしてその団体がどういう団体なのか。うん、どういう、な協議を持って、まあ、宗教団体の体を成してるのか。 俺はその、わ、うん、かんないわ、さ。うーん。まあ、統一協会、旧統一協会からの申請が、法律の要件を形式的に満たしていたため。これ、形式的に満たしていたら、何でも、許認可するわけこの辺がよくわかんないんだよな。んで、全、 下村文科大臣はな、多分その自分のところまではな、通ってきた話ではないだろう。おそらく局長や、まあ事,事務次官、部長、文化庁の、まあそこが、まあ申請に対して、まあ行政上の不作為になるから、受理した。 言うんだけど、調べもしないでよ。なんでその、うん、受理、するわけこの辺が全くわかんないし、あと、みんなのその責任感のなさ。これは、一番責任重いのは政治家だと思いますよ。なあ。で高級な、その、まあ、官僚、諸君。 なあ、これは、まあ、流れ作業的に、やっていたとしても、政治家が、いつもな、選挙になったらな、庶民の目線で、とうかうんのん言っといてよ。いざとなったらな、庶民の目線でお前考えたらどう考えてって、おかしいだろう。旧統一協会がな、やってきたこと、また今でも継続して、 な被害が、そして裁判が行われていること、などなどを加味したらだぞ。到底その、ああ、そうですか、名前変えますか、みたいな感じだな。受理は、できないと思うんだよな。これは、その旧統一教会に限らず、あらゆる、まあ宗教団体について、 やっぱりもう一度しっかりと、まあ、見た方がいいんじゃないですか多分、国民の多くは、な、これ仏教、キリスト教、イスラム教、どんな宗教、また信仰宗教、含めてね、やっぱり税制上の優遇、とかな、やっぱりいろんなことを、 もうちょっと考えていただきたいし、我々の手となり足となり、なあ、目となってしっかり調べた上で、許認可、または許せない、認可できない、という、 判断を下せる時間はいくらでもあるんじゃないかと思いますけど。しかし、まあ、巨人化といえばな。まあ、これ放送局もちろんそうだし、これレコード会社もやっぱり巨人化いろいろあるわな。我々、まあ、オフィス元気という、まあ、芸能事務所。 に関しても、巨人化、いろいろありますし、そしてコンサートをやっていく。これに関しても、まあ、巨人化、または会館との、まあ、やりとり。いろんな部分で、まあ、文科省、厚労省の巨人化を得ながら、やっているんだけど、 これがその民主主義の、な、良さであり、悪さであるんだけど、時間がかかる。な、手続き、本当に時間がかかる。なあ。けど、特別扱いはされない。あくまでも、順番通り、順番通り。なあ。これが、例えば一等独裁、とかな。独裁、 政権の場合だったら、なあ、その団体が、その党が、その人が、まあ,あ、オッケーオッケーって言ってしまえばね、まあ、なんでも、巨人化されてしまう、っていう状況なんだけど、これは早いさ。なあ、その代わり、その、独裁である、まあ、人であったり、政党であったり、 そこに相当な馴染みがなければね。はい、どうぞとはいかないからな。そういった意味では、日本の民主主義は、ある程度、機能はしてるんだと思います。しかしながら、もっともっと、本当に、その俺たちの目線、生活者、 目線で物事を考えてくれればもっといい日本になるんじゃないかととつくづく思います。やっぱり民主主義によってまあ時間がかかるなあ代償を払わされるこれはまあある意味 なあ、平等に公平にやっていくためには必要なものなのかもしれないけど、だったらきちっと許認可の時にはしっかり調べて答えを出してくださいよって言いたくなりますね。8月8日は45年前、俺が、まあ、 21歳の時、初めて、まあ、有料のコンサートをやった日でありますから、明日は楽しくオーディション、な、まあ、みんなの歌を聴かせていただきたいと思ってます。また結果については皆さんに後日報告です。 最後の曲は松山千春、今日限り。